お仕事 LDH ボリューム5よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあインスタライブとかもオンにしますね。いいの？はい。じゃあこっちやるね。これは好きなアカウントで見てください。はい、見てください。行けました。これは何かというと、こちらCL の公式でもライブ配信してますよ。はい、こちらはこれ CL のインスタライブ、インスタライブとアイスクリームのインスタライブでいろんなアカウントから配信してるので、お好きなアカウントからご覧ください。はい、はい、ということで、今日はですね、お仕事 LDH を、第5回目を迎えるということで、ついに私たちの出番が回ってきました。はい、ガールズ会は初めてということで、今日はたくさん皆さんとお話ししていけたらと思うんですけれども、配信でも、こちらの私たちの画面でもいろいろ見ていただければなと思います。はい、改めてハッシュタグお仕事 LDH とは何なのかを紹介していきたいと思います。お願いします。はい、LDH が発信するエンターテインメントをもっと多くの人に楽しんでもらうために SNS のルールが変わりました。はい、ということで、LDH の公式 YouTube や私たちの SNS の動画を素材として、ファンの皆さんも一緒に広めていけることになったんです。ペーパービューだったり、ファンクラブの有料コンテンツやプロモーションの動画など、一部対象外のものももちろんあるんですけれども、皆さんが私たちの、個人アカウントだったりグループのアカウントから、動画や写真だったりを自由に使えるようになりました。皆さんの SNS のアカウントからハッシュタグお仕事 LDH をつけて、たくさん投稿して宣伝を一緒にしていただけたらと思います。わかりました。推しはあの推しの方の推しですね。はい、皆さんのおかげでハッシュタグお仕事 LDH のハッシュタグが大好評ということで、はい、私たちも定期的にどうだ、嬉しい、あのつけたような効果音みたいな、はい、ありがとうございます。はい、すごい大好評ということなので、今日のこの回でもぜひあの X だったりいろんな回でお仕事 LDH をつけて、Twitter に上げた、X に上げてみたり、拡散してみたりしてください。今チャンス。はい、これを切り抜いてもいいみたいです。いい、 YouTube では。はい、ということで、みんなの投稿を私たちもチェックするので、ぜひあの投稿していただけたらと思います。はい、絶対するから、本当に絶対ハッシュタグつけてる。はい、みんな見ます、この後お仕事 LDH を。あ、カメラが難しい。拡散できるので、ぜひ拡散してみてください。はい、ということで、私たちなりにお仕事 LDH を盛り上げていきたいので、より多くの人に拡散をしていただくために映えさせていこうと思います。お部屋を、はい、デコります。はい、ちょっとね、あの久しぶりの女子会なので、ちょっと女子会らしくデコっていきたいと思います。なんかいっぱいあるみたいですよ、風船とかガーランとか。やっちゃいましょう。それではレッツゴー。お願いします。これはセンスが大事です。センスが大事です。じゃあさ、こんにちは。じゃあ何、あっちにも見に行こうと。ちょっと一個だけ紹介したいの。みんな一回さ、ほら近くの方に行きなよ。カメラ、今日ひなセンス着てるんです。あ、切り抜いて、切り抜いて、最後まで見てね。これはCL 公式。こんばんは。私です。上に来たお みんな自由すぎますね。本当に。あ、お菓子可愛い。はい、ちゃんです。アイスクリームのファンの皆さん、こんにちは。かえでさんです。つけていきましょう。はい、おすごい。スイッチ。あ、あれ、セハロー。じゃあ私は皆さんのドリンクを
はい、お願いします。私は勝手にお菓子を置いちゃいました。お茶かアイスコーヒーかチョコモーモで皆さんどれか手を挙げてくださいね、うん、チョコモーモで。自由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 。はい、お茶の方、はい、デコりますよ。はい、デコります。デコります。はい、ありがとう。ふいちゃん、何あこっちの方が可愛い。やばい。この風船危ないので気をつけてくださいね。風船につまずきましたが、彼女は滑ったバナナみたいなってなるんで。ゆらちゃんも守ります。ペタペタできる系ってこと？ゆらちゃんも守ってくださってる。シールを剥がしたらつけます。絡まっちゃったの？皆さん、自由な女子会が始まりましたが、ここから1時間くらいお付き合いください。よろしくお願いします。さやかさんのちょっとやめてくださいお茶。はい、お茶ここです。はい、続きましてアイスコーヒーの方。いない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 。皆さん聞いてますか。最後チョコモーモーの方。はい、なんか私あげてない方はちょっとさやべさんが可愛くなりました。あげてない方は自由やね。何がもう一回ちょっと待って。ねえ、触れてよ。いい感じですか。これカエルさんが飾ったこと終わった。ちょっとあの MC が手に負えなくなってきています。頑張っていきます。はい、お茶か配信頑張ってください。チョコモーモー。チョコモーモー。生配信頑張ってください。チョコありがとうございます。チョコモーモーの人がほぼですか。多分人気者です。チョコモーモーの方。はい、全員ですか。いや、はい、チョコモーモーです。あ、じゃあ全員です。全員ですね。さやかさんはお茶はあります。やっぱりさ、アメージングコーヒーのチョコモーモーが日本一。これはいいけど眠れない。あれさっき作るさやかの。すごいね。はい、でも最高だよね。見つけれません。本当だ。シエルくんです。あ、もう可愛いんじゃない。 OK。 いい感じですか。はい、ちょっといい感じになったら皆様お席に戻ってきてくださるとすごく嬉しいです。お水ありません。はい、でもさ、こんなにさラフな姿が見れるのもお仕事 LDH だけだね。それはそう。それはそうです。はい、ありがとう。どんどん揃ってきてるよ。いいよ、いいよ。ちょっと言うじゃん。はい、頑張ります。ちょっと待って、ひーちゃん、マジで。あとね、いいよ。あと数杯、あれこれこんぐらいのおもちゃ。つけるのよ、はい、じゃあ。ゆなちゃんもおもちゃじゃない。第5回にして、もしかしたら一番騒がしいんじゃないっていう。ももちゃん、ちょうどもちゃん。ももちゃん、はい、ももちゃん。ももちゃんですよ。ももちゃん、ももちゃん。はい、ももちゃん。ももちゃん、はい、ももちゃん。はい、ももちゃん。皆さん、戻りますよ。はい、戻ってきてくださいね。はい。はい。自由ですね。はい、もうジャングルかなっていう。ここからはひなちゃんに。はい、あ、電気つけないと。あ、電気ね。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。でもやっぱ今日は MC でね。あ、じゃあいいですか。お願いします。つけていただいてありがとう。こちら、つけますよ。はい、つけます。ライト、せーの。おー、かわいい。出た。はい、お部屋もだいぶ可愛くなりましたが、デコレーションのポイントはありますか。誰ですか、デコレーションを主にやってくださった。ゆなちゃん。ゆなちゃんかな。どうですか。斜め。斜め。確かに。確かに。V の字みたいな。シンプルにはいかないよ。がやっぱ一癖。そうね。こう U の字みたいな感じでしてくれたんですね。すごい可愛い。はい。放送後はみんなで TikTok も。撮影したいと思うので、どんな TikTok を撮ってほしいかありましたらコメント欄に、各コメント欄にお送りしていただけたらと思います。はい、じゃ あどうぞ。飲み物も揃いましたらね。さやかさんはお茶ですね。はい、あとみんなチョコモーモー。はい、大好きチョコモーモー。あ、コーモーの。はい、じゃあ乾杯しますか。そうしましょう。はい、いきます。はい、ではお仕事 LDH の女子会に乾杯。乾杯。ファンサービスがすごいね。チーコチーじゃん今日は。チーコチーじゃん今日は。すごい。めっちゃカラフルなコップ。美味しい。やっぱ美味しいですね。さすが。チョコモーモー。ごちそうさまです。はい。ということでお菓子もここにたくさん盛り付けていただいたので、ありがとうございます。せっかく久しぶりに会ったので
フリートークをしていただけたらなと思います。お、すごい、私がフリートークに混ざらないみたいな感じで言っちゃいましたね、今の。はい、フリートークどうですか、久しぶりに。久しぶりですよね。確かに女子会ぶりに会いましたよ、ね、でもあれからも結構もう1年半、確かに2年近くも、1年半ぐらい、そのだけ、うん、1年半くらい経ちすぎじゃない、っていう気がする。確かに、わあすごい、からなんかね、普段みんなと一緒にいるけど、うん、なかなかこうやってアイスクリームとファイビーがこう、うん、同じ配信にこうね出てくることってあんまりないので、うん、なんか今日はちょっとレアな感じで、うん、楽しいです。でもなんかプライベートでゆなちゃんとか、そうですね、一緒にご飯行ったりもしたから、はい、なんか久しぶりな感じあんまりない。しないっちゃしない。あと前よりかはちょっとさっきの雰囲気見てもらったら分かるとは思うんですけど、前はもうちょっと緊張してた、女子会の時なんかもっとなんかかしこまってなんかやってたけど、今日は本当にみんなが好き放題にやれるぐらいなんかちょっと安心感じゃないけど、ちょっと慣れた感はあるかなって思います。はい、楓さんはあれじゃないですか、ポップコーンが好きじゃないですか。なんで知ってんの、本当に。ね、適当に言った今。いや違います、るいちゃんが言ってる気がする、いつも。楓さんが言わせてスナック、ホットスナックって言うんですか、が好きで、ポテトとかこういうスナック系好き。しかも多分これあれだよ、バター醤油味。どうですか、うん、おいしい、バター醤油。バター醤油味のいいですね。みんなの好きなお菓子ランキングの話、えー、お菓子食べますか、まず皆さんは食べますか。あんま食べない、食べない、でもポテチは好きよ。めちゃくちゃおかしい、たまに食べたくなる。ちょっと別部分になったりしたの。さやかさんは食べますか。あんまり食べないけどチョコパイめっちゃ好き。めっちゃおかしい、おかしい、結構おかしい。あんまり食べないんだけどチョコパイ好きよ。みゆさん、みゆさんは食べますか。みゆさんチョコミント好きです。チョコミント、チョコミントってお菓子あるっけ。チョコミント、アイスの味とか、お菓子とかポッキーっぽいのとか、うん、大人、チョコ系、大人なんだ、大人じゃないですか、チョコミント、まあ、好き嫌い分かれるよね。私は本当にこういうサワー系のグミが大好きです。美味しかった、もう食べたの。はい、何系なのこれ、グミ、グミサワー系、ちょっと酸っぱい、ふわもち系のグミだよね、うんうん、好きですね。そう、ね、ゆなちゃんは、カムカム梅。あ、梅のお菓子ボックスでしか売ってないんですよ。あ、そうなんですね。確かにパウチで売ってない。ヘアメイクさんが持ってるイメージあるよ。すいません、もう一回もらいますって言ってた。確かにそれが好きです。はい、彼の個性が、ポテチか、はい、ポテチですね。言われてもポテチちゃん決まってました。私、なんだろうな、キットカット。あ、キットカットは、うん、お菓子も好きなんですけど、うん、あのパッケージに書いてあるメッセージが好きなんですよ。確かになんか応援メッセージ、元気をもらってるみたいな、うん、きっと明日は大丈夫みたいな、うん、あのメッセージが好きなんです。結構刺さってる。キットカットに書けたキット、カット、そうそう、きっとうまくいくみたいな、そういうあれですよね、うん、嬉しいね、そういうの見ながら。嬉しい、皆さんぜひ お菓子も食べてください。はい、はい、今日は女子会なので、うん、私たちのフリートークか。フリートークなんだろうな。なんか、あ、じゃあなんかコメントとかでください。お題、お題、確かにお題欲しいね。なんか私も見てファンの方からのさ、お題をさ、いいのがあったら確かに取り上げてみよう。コメントください。あるかな、ちょっと待って、見て、食べないで、見てください、見て、皆さん最後まで見てね。こんばんは。この後はゲームとかもたくさんしてくださるので撮ってください。ぜひ皆さん見てくださいね。何、何匂って、なんかすごい、これ TikTok かな、海外のグミの匂い。こんばんは、海外のグミ。感想、お互いの第一印象。おお、じゃあ誰から誰に行 きたいですか。どう行きます、こういう隣とかのが分かりやすい。あ、じゃあみゆさんから言うなとか。あ、そう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 、サンドになってるからちょうど、うんうん、あ、ちょっと孫も痛い。あんまり確かに聞いたことないかもしれない。確かに第一印象、じゃあみゆさんからゆなの第一印象。ファーストインプレッションでしょ。うん、だね、英語で言ったんだ。ファーストインプレッションね、なんか変わってそうって思いましたよ。なんかでもほんわかし、なんか、うん、確かに、なんかるいちゃんと会った、るいちゃんもほんわかしてるイメージだったんですけど、うん、ゆなちゃんとひなたちゃんと会った時にゆなちゃんがすごいほんわかしてるんですよ。え、うん、確かに
変なこと言ってないよね。ほんわかなのか、なんかちょっと変わってる天然さんっぽいイメージ。確かに、なんかなんかちょっと面白いなんか雰囲気がなんか醸し出されてるなっていう印象。いいですね、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいです。じゃあゆなからるりさんの印象いきましょう。お姉さん、うん、私はもうずっと活動されてる時から見てるので、うん、その、 あのファーストインプレッションなんですけど、うん、そのイメージのままでお願いしました。ファーストインプレッション、お姉さんっていうイメージです。ありがとうございます、はいはい、じゃあるりさんが私に。でも見た目通りですかね。結構なんていうの、フレンドリーというか社交的な感じだろうなと思ったら、やっぱりね、そうでした、よくおしゃべりそうでした、はい、おしゃべりマンです。いつも優しくね、優しくしてくれてね、なんかフレンドリーなんです。そうですね、ひなたちゃんの先輩みたいないつも優しくなりながら。確かに、ありがとうございます。はい、じゃあ私からさやかさんは、なんか別次元の世界を走ってますよね。どういうことなんか空気感が、あの一個路線が違いますよね。あ、どうですか、メンバーの。いや、そうだと思います。ですよね、うん、って感じ。感性豊かってことで、うん、そうです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 、はい、でいつもジムでお会いするんですけど、ね、髪の毛が尋常じゃないぐらいサラサラなんですよ。朝なのに、朝めっちゃ朝でも超整ってます。いいちゃんも綺麗よ。あ、そう、黒髪。あ、なんか真ん中さんね、すごい黒髪。そう、黒髪なんです。ロングしかも。そうなんです。綺麗な。はい、ってな感じでした。じゃあ、さやかさん。るいちゃんは、はい、多分初めて見たのは、アイスクリームとかが3人デビューする前にパフォーマンスしてたのを見れたの。はいはいはい、懐かしい。何この歌の上手い子たちと思った、印象がある。ルイちゃんでもほら、あ、まあ、そうね、その中に含まれて、うん、はい、個人的にお願いします。また会いセンターだからさ、確かに人じゃないみたいな、センターセンター、はい、いや、ありがとうございます。私のカエさんの印象はなんか、まあ、なんだろう、今はこうメンバーにもなりましたけど、うんうん、こう前はザ後輩なわけじゃないですか、うんうん、だけどめっちゃ後輩のことを見てくれてるなって思いました。だからこう初めて会った時もなんか、ね、いろいろレイちゃんってこれこれしてたよねとか、うんうんうん、アイスクリームこうこうこうだよねとか、あの言ってるのを言ってくれるのがありがとうございます。え、じゃあユナからミユさんにします。確かに、あ、世界でから私だけすごい、あれがすごい離れそうな横に離れるって何？長いから。あ、そうね。え、最初の印象か、ないな、これ。いや、違う、厳しい、厳しい、まだ言えるよ、まだ言う、ただけちゃう、怒られる、怒られる、ないな、これ。シンキングタイム欲しいよ、シンキングタイム。あの、めっちゃ簡単でもいいですか？簡単にしないでよ。ちょっと言われてあげてよ。猫って感じです。あー、嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。猫っていう、ちょっと悪くない、ちょっと悪くない、悪くない、犬の方が犬派ですか？犬派なんですか？意外です、すごい。でも確かに猫わかる、猫って感じがします。あと最近のミエさんのファッションめっちゃ好きなんですよ。そんな見せてるかな。インスタとかじゃない、インスタとかじゃない。ありがとうです。はい、2人で、2人で作って、2人で仲良く、はい、あー、あー、ほら、カメラでしょ、テレビちゃんって。はい、こんな感じのファーストインプレッションでした。私たちの、ありがとうございます。私たちも、私たちアイスクリーム側は本当にずっと憧れていた先輩方なので、すごいこうやってさ、あの収録できてることが今でもドキドキしますが、今日は私は MC なんですけど、いや、いつも楓さんが MC をやってくださっているので、あのね、なんか CL の人とこの間喋ってて、CL のスタッフさんと、うん、はい、で、この今度この企画ありますって言って、うん、なんか MC とかどうしようって言ったから、ひなたちゃんがやるですよね、そう思いましたよ、絶対。なんかひなたちゃんいいと思うって言ったら、いや、ひなたがめっちゃやりたがっててって言ったから、うん、え、やりたい人がやったらいいよって言ってくれて、ひなたちゃんなら MC 絶対上手だから、うん、いや、そう、やりたいって言ってたんですけど、あのこの回は楓さんがやるべきなんじゃないですかって私は何度かあの更新したんですけど、はい、私になっちゃってしまいましたので、いや、むしろ、むしろサポートしていただけたらと思います。今日は適任だと思います。頑張りたいと思います。上手だよ。じゃあもう
ちゃっても大丈夫ですか、はい、では次のコーナーに行きたいと思います。ゲームが今回3種類用意してあるんですけど、はい、どれからやりたいですか。皆さん任せます。おすすめ。でもさっきこのギャル短歌これすごいなんかいい楽しいみたいな、はい、面白いって聞いたから、はい、なんかじゃあギャル短歌からやっていきますか、うん、はい、ギャル短歌アイスクリームやったことあるんですよ。じゃあういちゃん開けてください。了解しました、はい、お願いします。楽しそうと思ってすごいギャル短歌私ちょっとそっちをちょっとあの説明はちょっと、はい、ちなみにギャル短歌は五七五を作るゲームなんですけど、はい、ギャルマインドあふれる言葉を組み合わせてバイブスぶち上げなギャル短歌を作っていくっていうのを何かのゲームに。なんかすっごいひなたちゃんって感じなんてすいません、あのはい、そうなんですけど、これってさどういうシステムなの。じゃあこれ読んでみたらいいんじゃない。これさ五七五で分ければいいの。そうだね、このオレンジパターンとブルーでこう分けて五で七、はい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 、すごいよこの五これしかない、うん、上の句ギャルはランダムに引いたカードで上の句を作り、下の句ギャルはその上の句に続く下の句を提案、うん、最高の句ができたらギャルピースを送るだって、うん、全然意味じゃあ一回ユナやってみて。すごく難しい。ちょっと説明が自分で考えないといけないの。これ違う。違う、これで作るってことでしょ。多分。あ、それ自分で見上げていく。あのこれで作ってもいいし、例えば7を抜いて、うん、例えばこう5をこうやって出したらこの7の部分を自分で考えてこうまた合わせるみたいなのでも OK です。あやばい。簡単なのは7がある方かな。そうですね、一回じゃあそれだとただめくっただけになる、ね、そうなんですよね。それギャルっぽく。じゃ あ読む最後の5をなくしますか。確かに。あ、確かに。最後の5をなくして、タタタタ自分で考えるタタタタタタで自分たちで最後考えるみたいにしますか。はい、じゃあ一回なんか見てください。でもギャルの、あ、じゃああれなんじゃないですか、読み方もギャルでお願いします。はい、一回じゃあ行きます。ギャルピース、お全米泣いた、お5文字でね。逆にすごい。全米泣いた。全米泣いた。ハゲネイル。ああ、すごいすごい。これが全米が成功だったらみんなネイルがハゲてるよみたいな。ああすごい。すごい。はい、ギャル。はい、ギャルピース。ピース送ります。ありがとうございます。一回はやりましょうね、これ。はい、やりましょう。強制ですから。はい、強制ですよ、本当に。怖いわ。誰からいきましょう。誰からいきます。1ギャル決める。じゃあ最初1ギャル、 1ギャル、あのトップのギャル、あ、トップのギャル、そうしましょう。ピラミッドのトップってこと、はい、イケてるギャルってこと。じゃあ、カエルさんからいきましょう、ね、いはい、お願いします。お願いします。じゃあ、バイブスでいきます。イエーイ。これは読み方がどれだけギャルかもかかってきますからね。はい、はい、ギャルの令和ギャル、はい、令和ギャル、え、これ一個ずつ、あ、ちょっとやだ、はい、令和ギャル、令和ギャル、未来作るし、5文字で次考えます。いいよ、来てるよ。令和ギャル、未来作るし、頭使うな。え、令和ギャル、未来作るし、超最高。あはい、ギャルでーす。ギャルでーす。あれ5も7くらいなくて、7くらいある。語呂は良かったですね。今日は最高。まあ、それもバイブス、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 あ、むずい、これ全然グッドバイブスでした。はい、うわ、それが苦手なんだよな。誰が1位決めてくれんの。いきます。あ、でかコメントじゃない、コメントで皆さんが判断して1位、なんか誰が良かったよって。トップオブギャル、トップオブギャル、じゃあいきます。どうぞ。バチボコに、バチボコに、強烈だな、いっぱいから。バチボコに、行っちゃってよ。国作りたい、国作りたい、バチボコに国作りたい、バチボコに国作りたい。5文字、5文字。やばいよ、めっちゃアップになってってるよ。ギャルの街。待って、ギャルの街、ギャルの街。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあもう5じゃなくて、いいか。テンションじゃない。もう一回、じゃあバチボコにいいから。ギャルの、ギャルの街、5文字。ナイス、ナイス。バチボコに、ギャル、国作りたい、ギャルの国。ギャルの街じゃなかったの。いいじゃん、ギャルの街。どっちでもギャルだよ。
言っちゃうよ。でも覚えてくださいました。さやかのギャルマインが入りました。どうぞどうぞ。何？それは沼。それは沼。それは沼。ちょっと沼ってる。それは沼。めっちゃいい。生きてて偉い。誰に怒ったの？
なんですね。夏と海、うちと一緒に遊びに行かへん。ね、長い。長い。でも番組があればいいんでしょ。遊び行こうとかで。遊びに行かへん。ああ、これ名前いいね。神奈川出身、神奈川です。狙い撃ちしてる。ということで、全員一回ずつやりましたが、皆さんどうですか？楽しいのかな？ギャル、ギャル、ギャル。やっぱ、ルリさんトップじゃない？そうだね。リベンジしたい人いますかって。リベンジしますか？いや、最後リベンジしたい。リベンジしますか？あの、真ん中で抜いて、5と5でこう、あ、ごめんなさい、下手だったけど、見たいかな、見たい見たい、あ、そうですか、そう、あ、そうですか、サポートしてるから、ここだけ作って、最後、でも逆に全部あれば、5と5で7だけ自分で作る感じでいきます。で、先に引いてんだよね、はい、どっちからでもいい、てか、うちら、また、またまた、アゲインだよ、これ。ファクトリーまで切っていい？いいですよ。切って。もちろん。一種の少ないね。でもさ、これさ、引く前にさ、真ん中やっちゃった方が逆に面白いんじゃない？とらわれないで。うちら、ここ切ったら最後にこれで切って決める。自分ももう好きな言葉を名前入れちゃって。決めてもらう。そうそう。てかうちら。てかうちら。超やばくない？太陽。太陽。いい。いい。いい。めっちゃいい。大丈夫。バイビーです。もう急にね、急にうちらバックバックこれぞバイビーって感じ。どうしますか、もうちょっとこれをやるか、ちょっと違うゲームもやってみるとか、どっちがいいですか。え、どっちがいいかな。でも他もいかやってみる。他もやってみてみましょう。まあ、戻りたくなったら戻ろう。担々麺がいいんじゃないですか。だってもう意外ともう30分ぐらい経ってる。あの始まってから配信がもう1個くらいできる感じ。でもこれはできそうですね。みんな見守りです、どちらかというと。で何それ、ラーメンだ。あ、担々麺の方がいい。もう一度もう一度。じゃあやっぱルビーの印象。では次は何ですか。これは音速飯店っていうゲームをやるんですけど、これはですね、あの面白くて中華料理麺を作っていくゲームになってるんですね。例えばですけど、これをみんなにカードをこれを配るんですよ。配って例えばこう持ち札があったとしたら、あのラーとかラーとかチャーとか麺とかがあるんですね。それを例えばラーっていう人が出したら、ここに置きましたね、ラーって人が出したら、次の人っていうか、こうみんな持ってるカードをこうやってやって、ラーラーメンとかってこうやって、とか天とかやったらシンシンタンみたいな感じで、じゃあ本当にある食べ物の名前じゃなきゃダメなのか。そうです、あの中華料理がいっぱい作れる名前になってるので、いかに早く自分のカードを減らすかが、うわ楽しそう。でもこれ中華料理の名前分かんなかった。はい、これ出していく順番は隣の人が出したら出すんですか、ダメだよ、持ってる人が持ってればもうあの順番とかではなくて、もう好きな時にこうそう言ってたからすぐ出すみたいな感じ、ね、はい、はい、です。何枚何枚がいいんだろう。まずはさ、シャッフル全員でな、3枚ぐらいとかにしとく。あ、3枚かな、1人3枚5枚とかにしとく。1人5枚にしましょう。5枚シャッフルしなくていい。あ、大丈夫です。5ごめん、めっちゃ持ってる。あ、見ちゃダメな。ごめん。別に自分でも見てみる。お、使えるカードが来ましたよ。絵文字あんじゃん。ちょっと待って。はい。説明書。私がこんなに使えるカード。どうした？ペン。説明ペン。あ、だからそれを取り消して出せる。その自分がなかったら。なるほど。さあ、めっちゃ綺麗。これで。じゃあまず戦いに勝つ。早く仲間が。はい。まあ、タンですね。自分は見ていいのかな。あ、ちょっとこれダメなの。自分は見ていいです。はい。やばい、みんなガチ。そんな立たない。いや、ゲームにある。あ、じゃあちょっと、すみません。ちょっと外行きますね。ちょっと外に行かせてもらいます。怖い。行きます。行きますよ、何が出るのか。ちょっとこれ大変だもん。いいですか、皆さん準備は。うわぁ。やばい、超ドキドキします。いきます。はい、よーい、スタート。
麺って何？麺って何？無理だよ。で、じゃあ麺。いや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 。だからマーじゃないと無理。メマーとかじゃないと無理。行きますか？せーの。説明書読んで。取り消し。説明書？読んだ方がいいですか？一回読みましょうだって。一回読みますか？でもこの中に入ってないです。説明書。あ、じゃあミユ読んで。いや、なんで？じゃあいいよ。麺類はラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、チャーシュー麺、タンメン、タンタン麺があるそうです。でご飯ちゃんが好きご飯丼物はチャーハン、エビチャーハン、天津飯、一品料理はシューマイ、エビシューマイ、サンラータンがあるみたいです。あとは、あ、取り消しカード、これですね。この取り消しカードを持ってる人はこう取り消ししてまた新しく出し始められるって感じです。あとはこの料理名に合わせて出していくって感じです。はい。麺があったら出すのってことだね。そうだね。でもう一回ここから出すの。うん、はい。じゃあ行きます。その人が引くの？え、何？引く人は誰でも。引く人は誰でも。誰でも大丈夫です。最初は誰でも大丈夫。お願いします。せーの、ぶん、あの。なんで混ざってないんだね。シャッフルしてないよ。せーの、はい。タン。タン。麺。タン麺。麺麺。タン麺。え？タン麺。え？おいいいいいい。麺麺麺。ラー。麺待って待って麺麺麺ちょっと待ってください。前もうすごい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 、もう出せばいいゲームになるよこれ。シューシューマイシューシュー、待ってください、待ってください、待ってください、切り替えちゃダメなのかね。こんなやりたい塩ラー麺ラーラーラーないわないないわ。だってカラちゃんがチャーシューって出した後にすぐルイちゃんシューマイって。ダメやん、ダメやん。でもシューシューマイになってるよ。だからチャーシューって出した後にシューマイって出したから、ああダメ。そっか、シューから始まるものにしないといけない。でもチャーシューで麺本体行きたかったんですよ。なんかあれですよ、全員の心の準備ができたら注文と掛け声とともに試合が開始です。あ、じゃあ始めたらしい。まずは、向こう、向こう注文って言わなきゃいけないらしいですね。向こうですこれ。どういうこと？で各自自分のカードを束に取って、表側のカードを1枚ずつ確認しながら次の条件に従って。まずは料理名の始まりになる具材カードから出します。あ、じゃあ今の取り消しとかも全部ダメなんだ本当は。あ、失礼しました。はい、まずは料理名の始まりになる具材からカードを出します。作れる料理は軍…なんていうんですか。ちょっと私、最後がちょっとダメ、私関東、関東、この関東のお品書きに、お品書きに記載されたものだけです、はい、始まりの具材カードが出たら、その料理を完成させるように残りのカードを重ねていきます、ね、自分のカードは、自分の番はありません。スピード勝負で誰が出しても一人で連続で出しても構いません。カードを出すときはそのカード名を大声で言いながら、料理が完成したらまた次の料理を出せます。だから合ってますね。完成させる前にみんな出しすぎ、ただ焦りすぎですね。だからタンタン麺とか、だからリズムよく行こう。はい、チャーシュー麺とか、ちょっとリズムよく。え、それってさ、自分の中で完結してもいいの？ダメ。だから本来はタンって出しても自分次出すきゃタンダッダッメン、続けるのはいいのね。シューマイみたいな、続けるのむずいよ、リズムだったら。だからまあ頑張りましょう。じゃあもう一回やりましょう。5枚でいい？はい、難しい。一回全部を配りきる感じに。あ、全部なんて思います？5枚じゃなく、ああ、そっかそっか、じゃないとカードがね少ないもんね。一旦待って、5枚配っちゃったから。あ、まだ見ちゃダメなんだから。これ絶対にママでやるやつじゃない。見ちゃダメですよ。みんなで注文って言ったら試合開始です。これでも至って真剣なんですよ、私たちは。やってる？至って真剣よ。一応受けてないから披露していただいてます。誰も受けてない。やってる？やってる、やってる、やってる。ありがとう。あれ1枚残したのか。あ、じゃあ多いとか不利だから。嘘、不利とかじゃない。不利なくなったほうがルールを変えようという試みて。え、これいくよ。じゃあまず出すよ。はい、いいよね、まず出しましょう、はい、チャーから。チャー、いいね。でもう見ていいの？まあ、いらっしゃいよ、はい、じゃあ注文から。みんなでやったら見ちゃダメ。あ、見ちゃダメなの？見ちゃダメです。注文って言ってから見るの。あ、ごめんなさい。並べないの？あ、箱がカードを入れるやつになってますって。あ、お皿だったもん。お皿にしました。中華のお皿になってます、それが。
じゃあ料理作っていこう。はい、お腹すいた。早くやれる時間なくなった。はい、これ出しますよ。じゃあ、これは？まだいらっしゃい、まだいらっしゃい。注文って言います、みんなで行きます。せーの、注文。え、シューメンで、せーの、シューメン、チャーシューメン、タンメン、何、ラーメン、何もない、何もない、タンタンメン、何、タンタンメン、味噌、いいよ、ラーメン、スうまい、ラーメン、メン、もういい、ラーメン、エビ、エビ、エビ、ハーメン、タンメン、セン、やばい、エビ、チャーハン、エビ、シュー、お仕事 LDH になる。確かになんか楽しんでるみんな可愛い。すごい騒いじゃった。可愛い。これどうすんの？全部カバー。で、これみんな5枚。7枚。あ、やばい、見ない、見ちゃダメ。ゲームよ。だとしても思いますね。普段は歌って踊ってる私たちなので、全然こういうところは見れないので、レアです。お仕事 LDH をぜひ皆さん発信してみてください。いや、これでも。あ、でも1枚、ラストの1枚。はい、ルリの私1枚。それでは、あ、注文か、出してください。はい、シュみんなよろしくね。真剣勝負いきます。ガチンコ勝負。はい、あ、これ今やばい。このまま本当切り抜きポイント、注文コールいきたいと思います。はい、いきます。
はい、注文っていきます、うん、せーの注文何取り消しあ、ダメ、ね、ハン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 メンラー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 メン取り消しラーメンないラーメンないえ取り消しエビエビエビちゃんシュー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 ラーメンラーメンあー来たタン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 メンなんとかしらタン取り消しタンタン麺ないですないですタン麺ないですタンはい出せる人あタン麺チャーシューオッケー終わりますシュ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 あっ待ってエビエビチャーシューエビチャーシューエビはないです皆さん待ってえ終わったら始まらないの始まらないの出し終わっただけだから麺味噌よしまたラーラーいや私と検索したのに強いが強いラー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 サラメンって何今違えたサラメンかタンタンサラタンスタンないじゃあやりましょうもう一回注文で出していいんですよチャーとかじゃあシューオッケーオッケーオッケーじゃあシューマイマイいけるいけるマイシュー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 マイシューマイシンシンあっおーいやったいけるいけるじゃあハンパンラーあ、じゃあルイちゃんとルリさんが負けですね。負けた。あ、よかった。いやいやいや。このゲームルリが勝つです。いや、これ難しい。あの声がでかければ勝てるっていう。勢いが。やっぱ圧力が。はい、楓さんと私は大体1抜けしておりまして。え、これ楽しい。ちょっとあんまうまくできなかった気がする。ちょっと確かにね、もっとうまくできそう。見ないでみんな。確かに。あ、なんか逆にここの切り抜きちょっと恥ずかしいかも、ね、確かに一緒すぎてみゆさんどうでしたか？あ、楽しかったですこのゲームが一番好きっておっしゃってましたこれが気に入りましたプライベートプライベートで言いますかやりますかいや普通にギャル短歌も面白かった、うん、なんかもうちょっと頑張れば、うん、生み出せそう確かに頭を柔らかくしたら生み出せそうですね皆さんもぜひ流行りのゲームをやってみてください。超楽しいです。すすですはい、ということでそろそろ次のコーナーに行きましょう、はい。たくさんいろんなアカウントでも配信をしているので皆さんからのコメントを読み上げていきたいと思います。はい、質問とかもたくさん来ているかなと思っているので、はい、質問もぜひ皆さんおのおの答えていただいたり、しながら皆さんとコミュニケーションを取っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれ質問。このね後ろ姿しか見えないと言われてそっか配信で見ればいいのか、うん、シールちょっとさ映するこれ場所映してますクリームのインスタライブここら辺だったらいいかなわちゃわちゃとやっておりましたあはいこちらもぜひコメントお待ちしております皆さんこんにちはコメントくださいみんなこんばんはこれでみんなの姿が見えるのではないでしょうか。確かに。あ、でもちょっとしてくれてる人いる。質問とか来ておりますか。3、4人でやった方がやりやすそうって確かにね。人数が多かったからすごいわちゃわちゃなんだね。はい。プライベートでやりたいことはということです。なんかハート出てる。ハート飛んだよ。こちらハート出てる。プライベートで、え、このメンバーで？ってことですかね。これもやんの出んのゆなちゃんは確かにゆなは何したいこの皆さんでですか、うん、でもいいし乾杯したいですおーひなさんが20歳になったのでおめでとうありがとうございますそうなんですなりましたので、ね、いらっしゃったのねはいぜひ求めてます求めてます、ね、あ出た乾杯会もしたいですね GCL でも確かに面白そうよろしくお願いします、はい、お願いします企画をお願いします質問を来たのシンプルなのが来てるみんな質問もだけどさっきのゲームの余韻に浸っている確かにねもう一回やりたいめっちゃハマってるじゃないですかスピード感が面白いみゆ強かったのうん
強かった、ね、なんか3番目くらいにいるかなみたいな。だいたい対面に出てるかな。これを切り抜きしたいって言ってくれる方がいっぱいです。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいですけど、ちょっとやめてほしいな。ちょっとやめてほしいな。みんなぜひコメントしてね。ガチモード以外でもおしとやかモードとかしたら楽しそうって。確かに。タンタンメシュッシュッシュッ塩ラーメンシュッマイ。めっちゃ面白そう。皆さんのコメントを今読み上げています。まだね、一応時差があってまだ皆さん読みに来てらっしゃるんですけど、熱い。いや、暑いですよね。暑い。暑い。なかなか盛り上がりましたね。うん、だいぶがっつり。あ、でもやっぱ配信でぜひ乾杯してほしい。一緒に行きたい。乾杯したいって。おー、いいですね。皆さん、画面の前の皆さんも一緒に。聞きたいことはありますか？こちらの皆さん、これ何？これ何？TikTok って書いてる。CL の公式 TikTok だ。うん、そうですね。TikTok の皆さん。確かに。こちらもアップされてますよ、カエルさん。はい、これは YouTube？ これは YouTube。 何ちょっとおしとやかにやって。いや、切り抜かれるからやっぱ可愛くて。さっきはガチでザンザンねすごいキャラが変わるありがとうございます。お互いの歌ってみたい曲はだって。おー、何ですか？え、ファイアートラック。あーあ、合いそう、ね、うん、ファイアートラックちょっと合いそう。やっぱりひまわりアカペラでやっちゃおうかな。めちゃくちゃまさかのアカペラでやってくださいます。アカペラでやっちゃおうかな。やっぱいろんなイベント、それこそ TGC とかさ、うんうんうん、こう出た時とかも、うん、アイスクリームがパフォーマンスで出たりとかしてて、すごいなんかひまわりアカペラでいつもやってるなと思ってて、すごいその当時めっちゃもうその印象が強すぎて、うん、頭からずっと離れなくてとかやりたいなと思った。確かにいいですね。うん、いつでも入れます。3人のメンバーの中に、うん、入れます。楓さんとだから4世目ってことですよね。でも楓標準しかできない。ハモれば無理だよ。じゃあ私たちがハモればいい。そうですね。カジさんがシュメロを歌っ て、私たちが上と下とで固めたらめっちゃいい。なんかカッコとかでもいいけど、なんかカッコなんか確かに。そう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 。あー、はい、みたいな。負けます。負けます。腕相撲してくださいって書いて。腕相撲やだよね。いやなんだ、めっちゃ弱い。なんか急に筋肉見せられなっちゃう。腕相撲死んだ。急にみんなコメント読んでる。コメント読むと、え、今食べたい中華料理はって。え、じゃあこの中にしますか。はい、どうぞ。味噌ラーメン。わかる。あ、注文って言ってからだって。 あ、はい、注文。はい、味噌ラーメン。おー、いいですね。注文チャーハン。はい、注文サンラータン。2個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 違う違う違う。私も注文注文って言うんですよ。多分同じだったんだよね。いや、やっぱり別次元を生きてますよね、やっぱり。別の空気生きてますよね、やっぱり。2個やん。2個。サンラータンが言ってくれたんですよ。サンラータンが2個ってことですよね。もう1個。びっくりした。2個。びっくりした。2個食べたいのかと思って。最高。皆さん、切り抜きポイントですよね、絶対に。これ、ハッシュタグ、お仕事 LDH ですよ、皆さん。2個やめて。本当に。そっち側、そっち側。注文してください、注文。注文して。注文。注文。チャーハン。はい、チャーハン。2個。じゃあ2個。2個。はい、じゃあ4個だね。4個。4個。人気だった。4個。超本当に人気。やばい、面白すぎる。やばい。2個。みんな2個で爆笑してるよ。いや、こちら側も爆笑でしたよ。いや、たくさんのコメント本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちのこんなほのぼのな空間を見ていただいて。確かにほのぼのもほのぼの。はい、今回久しぶりにあの女子会という形で配信したんですけれども、ルリさんはどうでしたか？ね、あまりないですよ、ルリさん。油断してくださいだよ。
めっちゃ楽しかった楽しそうたくさん笑いました。確かにありがとうございました。ゆうなはどうでしたか？2年1年半ぶりぐらいのこういう回だったんですけど、また皆さんと仲良くなれて嬉しかったです。はい、確かに可愛い。一人ずついた方がいいですかね、これは。じゃあどうでしたか、さやかさん。なんかこんなはっちゃけた姿多分見せたことない。確かにね。確かに。だからちょっと見返すのがちょっと恐ろしいです。でも名場面はいっぱいありますよね。確かに。確かに。るいちゃんはどうでしたか？いやでもみんなでワイワイゲームできて、ちょっと楽しかったですね。楽しかったね。なんか私からするとちょっと不思議な感じもしつつ、みんながこう揃ってるので、確かにただただ楽しい、私が幸せな時間でした。ありがとうございました。ありがとうございます。楓さんはどうでしたか？めっちゃ楽しかった。楽しかったですか？なんか最初始まる前は久しぶりにアイスクリームのみんなとこういう配信をするから、ちょっと緊張してたの。なんかどういう感じになるかなみたいな。だけど始まっちゃったら、なんかもうそれが嘘かのようにみんなで盛り上がれたから。よかったです。仲良くなりましたね。はい、みゆさんは何が一番楽しかったですか？なんかすごい絶妙な変な感じで回ってそうですね、なんか最初ちょっとなんか静かな感じでやっちゃったんですけど、誰よりもこのゲームあのアイディアの方々もいい感じでした。いい感じ。ぜひプライベートで持ち帰ってください。持ち帰ってください。楽しかったね。はい、ということで、皆さんもありがとうございました。ということで最後は告知を皆さんにお届けして終わろうと思うんですけど、はい、ファイビーから誰が告知しましょうか？はい、お願いします。はい、はい、広報担当です。はい、ファイビーはですね、渋谷109ラブミュージックフェスというドレスアップフォーアート&ミュージックに出演します。はい、今年で45周年を迎える渋谷109が2日間にわたってですね、スペシャルなアニバーサリーイベントを、開催するということで、はい、日程は10月19日と20日なんですけども、はい、マグネットバイ渋谷109屋上のマグズパークというね、とこで行われます。はい、私たちも本当に日本でパフォーマンスイベントをするのはアンダーグラウンドのリリースパーティーから2回目なので、今からすごくワクワクしてるんですけど、当日はちょっとお楽しみもあるということで、はい、はい、ちょっとお楽しみもちょっとね、ちょっとお楽しみもあるということで、ぜひ皆さんに遊びに来ていただきたいので、詳細とかは随時発表されていくと思うので、ぜひファイビーの公式アカウントをチェックしていただけたらなと思います。はい、皆さんぜひ見てみてください。ではアイスクリームの告知もお願いします。はい、アイスクリームは3つ告知がございまして、はい、告知第1弾はアイスクリームライブツアー2024ランリンの開催が決定しました。はい、アイスクリーム2度目ましてのツアーということで、今回は全国5カ所の単独ツアーの開催となります。はい、ひーちゃんの地元宮城、東京、私の地元愛知、ゆなの地元大阪、そしてファイナルが福岡となっていまして、初日が11月28日からスタートします。はい、私たちのね、こう覚悟が詰まったライブになってますので、現在は、各種モバイル会員の皆さんの、チケット抽選受付が始まっ受付中です。はい、明日の23時までなのでお忘れなく。はい、告知第2弾は、キラキラのミュージックビデオがリリースとなりました。つい昨日ですね。つい昨日です。はい、私たちアイスクリームはですね、今3ヶ月連続の配信リリースをやっていて、その第3弾の楽曲キラキラ、M フローのタク高橋さんにプロデュースしていただいた楽曲なんですけれども、はい、めっちゃね歌詞も良くて、そのリリックがより分かりやすくなって、すごいバーチャルな世界の可愛い MV が出たので見てください。はい、ちょっと第3弾目はバトンタッチで、はい、続いて告知第3弾はですね、10月23日にリリースされるセカンド EP のリリースイベントが開催されます。大阪、広島、宮城、北海道、愛知、東京とたくさんいろんなところ飛び回りますので、ぜひ来ていただきたいんですけど、それぞれ、内容が結構違ったりもするので、ぜひホームページの詳細を見て来ていただけるとすごく嬉しいです。お願いします。はい、ということで、すごい告知ラッシュをしてきたんですけれども、お互いのグループのイベントだったりライブだったり、皆さんぜひ直接私たちに会いに来ていただければなと思います。詳しくは SNS だったりホームページにたくさん載ってると思うので、気になるなっていう方がいらっしゃったらぜひ
チェックしていただければなと思います。改めてですが今日の放送もハッシュタグ、お仕事 LDH をつけてたくさん投稿して、拡散していただけたら嬉しいなと思っております。はい、たくさん名場面があったかと思うんですけれども、またこうして女子会をできるように私たちも頑張りたいと思っているので皆さん拡散宣伝の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。